いたぞ、アウメドロだ。こんな場所に一人、気をつけろ、また何か企んでいるかもしれない。マジくたびれたわ。おや、結局お前も来たのか、ダナのマジ。アウメドロ、どうした、わらわが憎いのであろう。その力を存分にわらわにぶつけてみやれ。さなくばおとなしく縮こまっているがよい。やめろ、お前はなぜそうやって笑いながら他人を傷つける。それが力ある者のあり方、レナのあり方だと。力ある者はそれを示し、力なき者はそれに従う。そちらの二人は忘れ果てたようだが、行き着く先が巨水の海でも、まだそれが正しいというつもり。た、奴隷の運命とわらわのそれはおのずと異なる。それにニーズの奴隷を煽ったのは確かに悪い。だがどれほど風で煽ろうと、そこに火種がなければ火は燃えた。言うなれば、あれらは己自身の憎しみによって滅んだ。わらわを責めるのはお門違いという道。心に染み一つない奴なんているもんかよ。それでもお前みたいな奴がいなきゃ踏み外すこともない。一番邪悪なのはお前みたいな奴だ。愚か、これだけ我らに挑み続けながら、まだレナの何たるかを理解できない。300年奴隷に甘んじるだけのことはある。アウメドロ、これは手を張り向き、我が友人たちを愚弄するのはそのくらいにしていただこう。かくいう御身はすっかり下船の真似事が板についたご様子。言うにこと書いて奴隷を友と。なるほど、今の御身には鋭よりルタクの身こそふさわしい。ティオハリムはお前なんかと違うよ。リンウェル、人を溶かして笑うお前なんかと同じなもんか。ならばどうする。知恵と力を枯れるに任せた愚かな輩の末裔が。お前たちは恐れたが、わらわは恐れぬ。わらわは知恵を、力を滑る。ミア、その力がどれほどのことを成し得るかを。メズメルド。味わうがいい、大地の鼓動。
ドラのちょっと待って、全然これ危ないから。終わりだ、手に負けてねえぞ。立たせ、やっと、いや、描き物どういうとこ、もう一人シーハウリーがない。まだ行けるか、まったくは、やってみまった。殺さないよ、リンベル。行くよ、やっぱり。そんな簡単に捨てられない。でもここでただ憎しみをぶつけたって、気が晴れるのは今だけだって、そう思ったから。だから殺さない。捕まえて今度こそちゃんとした裁きを受けさせる。情けをかけてわらわを侮辱する気か。ダーナの奴隷の分際でわらわは断じて。あんたの意思なんかどうでもいい。ダナかレナかもどうでもいい。ただ罪を罪として償わせる、それだけだよ。あの時の、ボルランキュ、なぜここに。いえ、大自在の御身のこと理由は問いません。わらわは御身に。蛇めが痛いか。その苦痛こそ孫を刀の奇跡の証し、楽しめ。数年前、ガナス・ハロスのスルドが急死し、後任がついた。その時聞いた名が、ボルラン。来たぞ、恋焦がれる者のごとく。
ません。あなた、相変わらず脅すばかりで具体的なことはろくに教えちゃくれない。どいつもこいつも俺を喋る動物かなんかだと思ってるみたいだ。無理やり連れてきたくせに。クソ、出るんじゃなかった。部屋に戻ろう。俺はただ帰りたかった。ダナに、ふるさとに。アルフェン、ネビリ、ネビリ、俺
待ってくれ、俺は。俺はなんてことだ。あれからどれだけ経ったんだ。そうだ、シオン。みんなは？とにかくみんなを探さないと。